神戸新聞杯スタートしました。先行争いに入って内で4番ロードバンドール押して飛び出そうとします。スタンド前にかかります。と1番のヒルノマゼラン、さらに真ん中から6番のマイネルラフレシア、外から11番のアグネスコルテ、行き足ついて上がっていきました。8番名村新軍も前、そして先団の後ろに14番里のダイヤモンドがつけました。その後1馬身半差、インコース3番ロードランベイ、2番のジョルズシャンクなど、7番エアスピネルは後方です。1、2コーナー中間地点、さあ4番ロードバンドール先頭で3馬身リード、2コーナーカーブ、6番マイネルラフレシアが2番手、その後1馬身半差、1番ヒルノマゼラン3番手、接近して11番アグネスコルテ4番手で向こう上面に出ました。その後は2馬身3馬身、3番ロードランベイ1馬身半差、8番名村新軍中段前で、そのうち2番のジョルジュサンクになりました。その後ろ1馬身半差、ちょうど真ん中に14番里のダイヤモンド、先頭まで10馬身ぐらいの位置です。じわっと10番のワンスインアライフがこれに接近していきました。インコース5番のカフディプリンスで最初の 1000m は1分1秒少々というペースになりました。その後は1馬身差、15番のミッキーロケット中段後ろ、あとは1馬身半差、12番レッドエルディスト後方から4投目、その後に7番のエアスピネル、じっくり後方待機で外回りの3コーナー、9番のトゥルーハート、3馬身後方、最後方に13番イモータルです。前から後ろまで15馬身ぐらいの隊列が3コーナー 1000m 切っていきました。4番ロードバンドールが先頭でリードは1馬身、6番のマイネルラフレシアが2番手、その後は1馬身差、11番のアグネスフォルテが外目3番手で800を切りました。じわっと接近は10番のワンスインアライク3番手と並んでいきました。そして8番名村新軍もスパートを開始、前は横にずらりと広がっています。その後は1馬身半差、馬群の中3番ロードランベイ、内は1番ヒルノマゼラン、外14番里のダイヤモンド、第4コーナーカーブ、馬群の後ろです。そしてまだ後方、外目に7番エアスピネル直線コースに入りました。さあ1番の競馬から何が抜けるか、11番アグネスコルテが今度はわずかに先行か、内枠に下がる4番ロードバンドール、外から8番名村新軍かわして14番里のダイヤモンド、里のダイヤモンドが抜けてきた。その内を狙って15番のミッキーロケットが追い上げて坂を上がってきます。その後12番のレッドエルディスト、さらに7番のエアスピネルですが、今4番手5番手の一戦、さあ里のダイヤモンド、ミッキーロケット、里のダイヤモンド、ゴール2着15番のミッキーロケット、